はい、皆さん、こんにちは、ゆきです。じゃあ、今回もね、またこのフローレンスの続きをやっていこうかなと思っておりますので、皆さんよろしくお願いいたします。じゃあ、行ってきましょう。スタート、チャプター選択。前回ね、すごい写真がね、いっぱいできて、思い出がいっぱい増えたんですけどね、なんかこのフローレンスとクリシュは。いっぱいいろんなところに行ったんだろうね、二人で。なんかこれはスーパーかな？スーパーに来て、あ、なんか喋ってますね。これ、前もあったね、このなんか、会話の、内容なんか自分の頭で組み立てるのをパズルになんか見立ててやるっていうの。すごいスムーズに喋れるようになったよね。まあそれはだいぶ時間が経ってますもんね。多分この二人は付き合ってから。でもなんか何を喋ってるのかな。会話のね、内容がね、気になりますよね、これは。ん？まあこれはクリシュがすぐパパってやっちゃうけど。あ、なんかちょっとあれだね。気まずい感じの雰囲気になりましたけど。なんか意見の食い違いとかがあんのかなこれ。ん？なんかね、やっぱり二人とも仲がいいけど譲れないところっていうのはやっぱりありますからね。これ出てきますからね。めっちゃ噛んでますけど。ん？あ、これなんかしばらくはこんな感じかな。そもそもこれ何に対してなんかこう譲れないことになってんのかなこれ。ん？あ、なんかクリシュとフローレンスのこの会話のパズルみたいなのが今までなんか交代だったのに、なんか順番子っていうんですかね。順番だったのになんかすごい、お互いリアルタイムでやってる。あ、なんかこれなんかすごい口論が激しくなって、言い合いになったみたいなことかな。あ、なんか電車ですごいなんか、拗ねてるっていうか。まあでも怒ってるんだけど、なんかすごい、なんか悲しそうでもあるね、これ。あ、これね。これフローレンスを僕がスライドして回転するのかなこれ。あ、いけたいけた。あ、なんか、ああ、なんかあれかな、まあなんか、子供みたいな言い方ですけど、仲直りできたってことかなこれは。なんだこれ。あ、なんか料理のことでなんか口論してたってことこれもしかして。なんか、俺はこの料理がいいけど、フローレンスはなんか違う料理がいいみたいな。まあ、お互い住んでた国が違うからなんか文化の違いがあるんでしょうね、これも。じゃあ今回またこの辺にして終わりにしようかなと思っていた、なんでこんなに噛むんでしょうね。すごいですね、これは。じゃあね、今回またこの辺にしようかなと思っております。それじゃあ皆さん、ご視聴いただいてありがとうございました。